学校法人、しげる軽学園は、大阪市中央区島のうちに本拠を置く、大学院大学や通信制高等学校といった、学校や専門学校を運営する、学校法人。全国に関連法人を含め多数の専門学校を、所有するほか、株式会社しげる喜びや医療法人、社会福祉法人、NPO 法人などのグループ企業、法人を参加に収める。 グループの中核法人である大阪しげる系学園は医療、福祉系専門学校大手であり、2011年4月、大学院大学であるしげる系医療科学大学院大学を大阪市小川区に開学した。1978年に大阪薬学専門学院として設立。1979年に財団法人大阪医療技術学園を設立し、 1981年に大阪医療技術学園専門学校を開校。1987年に学校法人大阪茂系学園を設立、大阪ハイテクノロジー専門学校を開校。既存の学校法人等をグループに加入させてゆくことで全国に拡大した。2012年9月には朝日放送が所有しているザ・シンフォニーホールの譲渡を受ける。 同ホールは、同盟の会社を新設して所有する予定。なお、運営は2013年末までは、朝日放送が仮受けて行い、2014年以降、シゲル系学園グループが自ら運営することになる。2018年12月13日、学校法人、シゲル系学園と、学校法人産業技術学園の法人合併が、認可され、 2019年4月1日より、学校法人産業技術学園が運営する、学校は、学校法人、しげるけ学園による運営となった。ありがとうございます。